チェアリフトはニューヨークブルックリンを拠点とするシンセポップデュオである。ソングライティングとボーカル、タンバリン、シンセサイザーを担当するキャロライン・ポラチェックとドラムとギター、キーボード、プロダクションを担当するパトリック・ウィンバリーの二人からなる。2005年、コロラド大学在学中のキャロライン・ポラチェックとアーロン・ペニヒとの間で結成されたのがキャリアの始まり。2007年初頭。 パトリック・ウィンバリーが加入。2008年には、最初のフルアルバム、Dose You Inspire You をリリース。本作収録の楽曲、b ル u ゼ s e s が、iPod などのコマーシャルソングとなり、バンドが名を馳せるきっかけとなる。また、同じく本作収録の、エビデント・ユーテンシルは、MTV Video Music ワーズ r s 2009において、ブレイクスルービデオ賞にノミネートする。2010年、 ペニヒがソロ活動1年のためバンドを離れ、二人組となる。2012年、2枚目のアルバム、サムシングをリリース。本作は、音楽メディアからおおむね好意的な評価を集め、ピッチフォークメディアからは10点満点中8点、NME からは10点満点中7点を得るなどした。また、ステレオガムからはこの年の年間ベストアルバム第9位に選出された。 他のアーティストとのコラボレーションや客演としての参加も行っている。キャロラインは、ウォッシュとアウトの楽曲、ユーアイ、ホーリーゴーストの、アイノー、アイヒア、フロストラダムスの、ビッグビルズなどに参加。パトリックは、ダスレイシストのアルバム、リラックスのプロデュースなどを行っている。またキャロラインは、ビヨンセのアルバム、ビヨンセに、楽曲、ノエンジェルを提供している。 2014年4月、キャロラインはラモナリサ名義で初のソロアルバムアルカディアをリリース。本作はビーチハウスを擁するレーベルベラユニオン内に新設されたパノニカからの第一弾リリースとなる。ありがとうございます。